皆さんおはようございます。マーティンダーム役場健太です。職業と給料事情言ってあります。小学校教諭だと37万で20万くらい。スキルが必要です。いろんな一種二種、専修免許はあるそうです。はい。講師をして採用されて、正規になる場合あります。大学の教授は62万で初任給56万と高額でございますね。いろんなところの担当、給料は実は安定してます。時間的制約も少ないです。はい。市役所職員は41万で初任給13万。意外と少ないね、これね。はい。郵便局員は 24.3 万円で初任給16万、郵便局員だと、はい。いいですね、郵便、はい。自動車学校の教官は 33.6 万円で初任給14万、少ないですよね。プレゼントライブ、マニュピレーターだそうですね、はい。これも大事ですね、自動車、はい。学校事務とか、あとは官僚、機動隊員、まあ、一番強いのは学校事務、はい。あとは警察事務も 15.3 万、学校事務とほぼ同じ。刑務官は25万円。検疫官22万円。平均給与。刑事事務官は34万円。航空管制官は43万円。実は初任給18万円。意外ですよね。皇居のSP だと37万円で18万円です。高校教授は45万円で初任給20万円。すごいね。国立大学准教授だと54万円で初任給48万円と、すごいですね。27歳でない、20代はいませんね、実際は。はい。国立大学職員は36万円で19万円初任給。国連職員は100万円で初任給50万。最高額、国会よりはちょっと届かない。秘書だと、国会の秘書だと 41.6 万円で30万近く、はい。裁判所の職員は26万円で16から20万。はっきりとは言えません。財務専門家も41万円で初任給20万円だそうです。以上です。バイバイ。